先生こんにちは。もしよろしければ今日の午後少々お時間をいただけませんでしょうか。ともえと先生ってあんまり関わったことない気がするけど、どういう話になるんだろう。ああ、備品補充のため商店街へ向かう予定。お恥ずかしながら学園離れるのは久しぶりということもあり、特にシャーレ周辺の地理には疎く、先生のご都合さえよろしければご同行お願いできればと。うん、任せて。楽しみだね。お、行ってみましょうか。嘘と誤解？なんだ？あ、買い物終わった。お、どうもどうもどうも。何も迷うことなく買い物を終えられました。先生にとっては馴染みの商店街とはいえ、私が必要なものを伝えるだけで最短経路を瞬時に導き出し、効率よく店舗を回るその手腕。手腕？おお、どうも。希望と必要の生徒たちが頼りにするシャーレの先生ですね。ただの道案内だったけど、役に立ててよかった。そこまで言われると照れるな。うん。やはり素早く、的確な判断と空間把握能力は、多数の人員を指揮するのに欠かせない能力。おう。ぜひ、うちの事務局の幹部たちにもご教示願いたいくらい。この巴、改めて、先生の手話の素晴らしさに感銘を受けました。おう。すごく褒め上手だね。確かに。やっぱそうか。まあ、そうだよね。チェリーノの元にいれば。チェリーノ会長に仕える秘書室長として、様々な生徒たちの対話の機会が多いので、そこで話術が鍛えられたのかもしれません。なんだろう、巴ってすごい大人びた雰囲気あるよね。とにかく、今日は先生にいろいろとお世話になりました。よろしければお礼をさせてください。お、実は先ほどあちらにおしゃれな雰囲気のカフェを見かけましたので。あら？あら？何？あれが噂のシャーレの先生。え、噂？見た目からはそんなに。でも、シャーレの先生って素手で戦車を止められるくらい怪力。え？性格も凶悪そのもので、先生に逆らった部活は翌日にはもうなかったと。え、どっからその話が、なるほど、それで各学園の実力を持った生徒たちも逆らえないと。やっぱり見た目だけじゃわからないものだね。お、あ、そんな顔するんだ、巴って。なんだか聞き流せないお話が。なんでだろう。どうして。いろいろ誤解が混ざってると思うけど、前半の話は先週の件。なんかあったっけ？思い当たることが？差し支えなければ教えていただけませんか？お。内容によっては先生のお役に立てるかもしれません。巴に先週あった出来事について話した。あー、なるほどね。チンピラを制圧した。それでなぜかその話に尾ひれがついてしまった結果、先生が一人でチンピラ倒したという噂になってしまったと。そっからさらに話が広がって、おお、それであの方たちは先生が怪力の凶悪な存在だと誤解している。まあそんなことできないんだけどね。実際に戦ったのは生徒たちだとしても、それを指揮し判断を下すのは先生の役目。優勝のもとに弱水なしというもの。優勝のもとに弱卒なし。なるほどね。ちょっと調べて。まあまあ、その通りの意味ですね。チンピラの方々を打ち破ったのは先生だと言っても過言ではありません。まあまあ、そうなるか。先生はむしろもっと誇っていいと思います。それはそれとしかし、それはそれとして、いい噂ならまだしも、先生がまるで手のつけられない荒くれ者のように誤解されているとか。まあでも、変な噂って言ってもね、首輪の件とか、そっちの話じゃなくてよかったね。見過ごすわけにはいきません。もしかして直接話してこようとか？いえ、一つ一つ誤解を解くというのは非効率的。待って、演説しない？大丈夫？何する？
するんだ。ここから見えるあの広場の壇上で真摯にお話をすれば多くの方々の目に留まり耳を傾けてくれるでしょうし、噂もきっとすぐには収まるかと。早速やるんだ。壇上に登って、壇上ってどこ？ああこの BGM かかってきたらもうそれだな。皆さんこんにちは。素敵な午後ですね。そうですね、晴れてますね。突然ですが、私は本日この場である真実をお伝えしようと。真実。最近シャーレの活躍は耳にすることが多いでしょう。一部は矛盾してしまうほど様々な話を聞かれているかと思います。時には変だなと思うこともあるのではないでしょうか。例えば先生が素手で電車を壊したですとか、凄まじい反射神経と怪力で弾丸を弾き飛ばすですとか、戦闘中になぜか生徒の足を舐めていたですとか。そうだね戦闘中には舐めてないよね。そうだよね、そこは間違いだよね。確かに、そうしかしこれらは全て真実など一辺たりとも混じっていないデマなのです。そうだ全部そう、デマね。戦闘中には舐めてないからね、足は。そう、その証拠として、皆さんは先生が箸も持ち上げられないほど貧弱な方であることをご存知でしたでしょうか。それはまた話が飛躍したね。はい？え？思いよらぬ真実は受け入れることが難しいもの。皆さんのお気持ちも理解できます。おお、先生のお気持ち理解して、ちゃんと。私が今からそれが信頼に足る理由とエピソードをお話しいたしましょう。そして巴は私がいかに貧弱であるかということを力説し続けた。つまり先生はお一人ではご自身の体をまともに動かすことすらできないような貧弱なお方。そこまで。いろいろと納得がいく。どう納得する？そもそもそんなに貧弱ならチンピラの制圧なんてできっこないな。凶悪な性格っていうのも怪力っていうのも嘘か。さっきの誤解は解けたみたいだけど、何かまた別の誤解が生まれてるけど。視線をそらすためにさらに強い噂で、ちょっと待って、失礼、かぶせれてよかったね。プロパガンダの基本、やめてそれに一旦誤解が解けたことですし、この後は新しい誤解も以前より解きやすくなってるでしょう。なるほど。それはそれとして、やたら説得力のある話だったね。そうなんだ。都の本にそう言っていただけるなんて、私の話術もそれ、やはりそれなりなのかもしれませんね。おところで先生、そんな貧弱でこれからもやっていけるのか？そう思うよね、確かに。変な噂を信じて悪かったね。その謝罪ってわけじゃないけど、ここの肉をたくさん包んでやるから、シャーレでたくさん食べな。うなぎも。そうか。量がすごい。近所のおばちゃんじゃん。せっかくだから、この鶏肉とうどん持ってきな。ちゃんこ鍋でも作った方がいい。すごいな。一瞬にしてこの場を制圧したな。そうして巴の演説のおかげで、凶悪な性格で怪力の持ち主という誤解を解けたものの、さらなる誤解とともに商店街の方々からいろいろと食品をプレゼントされるようになったのだった。遅い時間に失礼いたします。実は当学園に関わるシャーレの当番についての報告書がまだ届いておらず。本日が期限だったのですが、大丈夫そうでしょうか。いや、忘れてた、ごめん。明日までには絶対用意する。大丈夫？レッドウィンターに関することでしたら、私が大抵なんとかできますので。なんとか、なんだろう、
ってみるか。合間合間に休憩を。休憩。ああ、おはようございます。先日、桃トークでお話した件は何とかなりましたので。何とかなった。来週までに、そんなに期限伸ばしてくれたの？あ、いや、でも、できてるみたいだね。ごめんごめん。あら、こんなに量があるのに。すみません、結果的にせっかしてしまいましたね。ですが、ありがとうございます。さすがは大人と言いますか、先生は責任感がお強い方なんですね。もともとは私のミスだったから、巴の手を汚すわけにはいかないからね。少々手間が省けました。ありがとうございます、先生。ところで先生、顔色が悪いですが大丈夫ですか？目の下にクマが。もしかしてこの報告書のために徹夜を？ちょっとだけね。なんかあれだね、巴ってかなり献身的なタイプなんだ、やっぱり。あ、そうか、チェリルに仕えてるってなるとそうなるのかな。いや、そんなにね、こっちが期限忘れてただけだし。お昼寝。仕事中に昼寝はちょっと気が引けるというか。休息もれっきとした仕事の一環。お疲れの状態で業務を進めるより、お昼寝を挟んでスッキリしてからの方が効率的だという研究結果もありますから。5分ぐらい、そうね、お昼寝して。ご存知かもしれませんが、チェリオの会長も昼食の後はいつもお昼寝をされているんです。そうだね。そうか。快適にお昼寝できるようにこの後少々準備をしてもよろしいでしょうか。準備なんだろう。準備中かな。ああ。巴の後をついていく。なんだ。これは。おお。先生が気持ちよくお休みになれるよう特別に用意したお昼寝セット。腰に負担がかからない最高級の寝具、重さがほとんど感じられない特殊な生地でできたパジャマ、睡眠に効果があるハーブティー、聞いてるだけで眠くなるクラシック音楽などなど。ここはレッドミターでしたらさらにいいものがお湯できたのですが、今後はいろいろとシャーレに物を常備しておくことも検討した方がいいかもしれません。早速着替えて横に。いや、十分すごいセットだと思うけど、絶対に寝かせてみせるという強い意志を感じる。確かに。チェリオの会長はむしろ少なくともこれくらい環境が整わないとお休みになれないので相当甘えてるな。いいんですか、そんな。こうしてる間にも時間は経ってしまいますし、せっかくなのでゆっくり休んでいただかないと。巴に手伝ってもらいつつパジャマに着替えて、手伝ってもらいつつ。ハーブティーを飲んでから寝具の上に横になった。それでは電気を消しますね。子守歌まで。ママまさかの子守歌。そうなん、ぐずる時がありまして。完全に子供。何か違う曲の方が、いやー、大丈夫。そう、ありがとう。続けるんだ。そういうこと？なんか、いけない扉が開かれそう。昼寝セットのおかげなのか、巴から異様なプレッシャーが放たれていたにもかかわらず、すぐに眠りにつくことができた。巴のおかげで、その日は最高の昼寝を享受できた。この頃、レッドウィンターのあちこちで、チェリーの会長を貶めるような宣伝物が見られるようになりました。
どうやら定期演説の巡回に出る時が来たようですね。定期演説。そうね。レッドミタネポワ県におけるあちこちの自治区を巡回し、演説を通じてチェリオの会場の偉大さを改めて伝えるというイベント。そっか、結構時間かかる。どうする、先生？聞き方を変えましょう。ぜひ来てください。先生にお聞かせしたい会長のエピソードはまだまだ山ほど残っていますので。なるほど、強制参加ってことだ。これは行くか。雪の中でメモロビが来る。あー、終わった演説。そうか、うまくいったようで。最初は会長の能力を疑っていた生徒たちも、演説が終わる頃には一様に会長を褒めたたいていましたし、怖え演説って。しばらくチェリノちゃんが出現をしても安心。いえ、会長の偉大さを疑う生徒は現れないでしょう。トモエ、怖いな。あゆく私も信じるところだった。そんなにか。お言葉が深海ですね。チェリノ会長は素敵でかつ偉大な生徒会長であることは紛れもない事実。このレッドウィンター連邦学園の自治区はかなりの広さを誇っており、チェリノ会長に直接会えることができないことも多く、噂を鵜呑みにしてしまう生徒も多い。あー、なるほど。だからこそ生徒たちが間違った噂に振り回されないように、こうして定期的に巡回して演説を行わなければならないんです。なるほどね。巡回はこれで終わり。まだ旧校舎方面と図書館付近に向かいたいところ。あれだね、手強い2つが残ってるね。あ、もう中断して帰る。そうか。先ほど天気予報を確認したところ、これからこの辺りの天気が相当荒れるようでして。雪だ。行ってるそばから風もすごいことになってきましたね。雪がこれ以上強くなる前に急いで移動しましょう。数時間後。おかしいですね。確かこちらの方向で会っていたはずですが。迷ってる。雪で視界が覆われて方向感覚が狂ったのかな。あら、まずいのでは。遭難してしまった。マジか。近くで休憩できる場所があれば良いのですが。雪山、遭難、男女2人。いや、先生が男かどうかはあれだけど、これは、あっちに小屋みたいのが見えない。これは人肌で温め合うというあのシチュエーション?あれは倉庫ですね。山道を補修するために資材などが保管されている場所。おお、あそこかな、あそこなら体は休められるでしょう。ではこれ以上視界が悪くなる前に。グラマラス。何も見えなくなるほどすごい吹雪でしたね。ちょっとすごすぎないか、あまりにも。先生も上着を脱いではいかがですか。そのまま濡れた服を着ていると風邪をひいてしまいますよ。先生、どうかされましたか。先生、何か気になることでも。いや、いっぱい気になるところがあるんだけど、どうしようこれ。その表情。はい。もしかして。いや、先ほどの演説では足りず、もっとチェリの会長のお話が聞きたいのですか。いや、それだけはないと思うけど、どうなんだい先生。こんなタイミングですし、ちょうどいいですね。ちょうどいい。では雪が止むまで一緒にチェリの会長の偉大さについて語り合うとしましょう。マジか、そうなるんだ。
慌ってしまった。その後雪が焼くまでチェリノの偉大さについての話は止まらなかった。そっか、お、晴れた、やんだね。すごいな、そのコートの下はそうなってたんだ。思ったより長い吹雪だった気もしますが、チェリノの会長の偉大さについて語り合っていたらあっという間でしたね。そうだね、そうかもね。なんていうか、なんていうか、その表情は、なるほど、いや、もう十分足りてるから大丈夫、大丈夫、大丈夫。もういらない、大丈夫。あー、時間いっぱいある。そうか、まだ事務局に帰る時間もあるもんね。あー、事務局に戻ったら、あ、戻ってからも話をする。そうか、今日はそろそろお腹いっぱいかな。先生、今はお忙しいでしょうか。突然のお願いで恐縮ですが、手伝っていただきたいことが。演説以外であればいいけど。何？チェリーの会長に関することで。え、粛清されてしまう可能性も。なんだろう。え、ここまで聞いておいて逃げるのなしですよ。もし私が粛清されることになったら、必ずや先生を道連れにしますからね。なんてことを。ああ。ないない。ああ。連打しちゃった。行ってみるか。失敗などしてませんし、記録にもありません。なんか怖いタイトルだな。BGM も気のせいか早くない？先生なら生徒の窮地にはきっと駆けつけくださると、そう信じていました。駆けつけたというか、脅されたというか。脅しとは何のことでしょうか。私はただお願いをしただけ。そっか、逃げて失敗したら道連れにされるんでしょう。それはもちろん。え、ははは、先生と私は運命共同体ですから。私の失敗は先生の失敗、私が粛清されれば先生も粛清。連帯責任、いつの間にそんな関係に。理解はした、理解したかな。そうだ、どうしてキッチン。確かに今抱えている課題が新しいお菓子の開発。ちなみになんですが、先生はピーマンを使ったお菓子。ピーマンを使ったお菓子。ピーマン。料理だったらともかくお菓子。実は先日、給食部の部員のミスで、レッドミタネポ学園で大量のピーマンが発注されてしまった。あ、その給食係はすぐに粛清されたものの、チェリーの会長からはピーマンなんて何があっても口にはしない、どうにか処理するのだと言われまして、そこで変色が激しい会長にも気に入ってもらうためにもピーマンを使ったお菓子を開発しようかと。保護者というか、なんというか。確かに、あ、そう、まあ癒される。どうしても苦味と渋さのあるピーマンをどのように調理すればお菓子になることができるのか。そうね、どうなんだろう、実際あるのかな、そういうのって。乾燥させる、砂糖につける。砂糖につけたら余計味がひどいことになりそうだけど、乾燥させるとか揚げるとかダメ。あー、確かにスナック菓子として干した野菜を見かけたことがあります。それに水分を失って濃縮されれば少しは野菜の味も。どうかな、いけるかな、やってみるか。料理もできるんだ、さすがだな。お、その後いろんな方法でピーマンを調理してみた。巴にできないことってあるのか。ああ、やはりどこか決定打に欠けると言いますか。いくら甘みを足したり食感をお菓子に近づけてもピーマン特有の苦味が少し残ってしまいますね。チェリーノちゃんがお菓子として食べてくれるかどうか怪しいところです。
最大限頑張ったってことで認めてくれたりはしないな。ああ、会長に失敗の報告をすると。あ、巴が嫌か。そんなことはできません。会長の名のもとに失敗のだってはならないのです。会長はいつも正しくなくても。そっか。もし後でチェリノちゃんからピーマンについて聞かれても、高級プリンを用意しておけばきっと。え、あ、うん、買収ってこと。ではピーマンでお菓子を作るなんて計画は最初からありませんでした。そういうことでいいですね先生。あ、はい。あ、でも、え、あ、そっか、作った後か。公務部にでもあげとけば。え、これをまた処分してなかったことにしてしまえば。そんなもったいない。とはいえもったいないことはできませんので。え、先生、私と一緒に証拠の隠滅手伝ってくれますね。ああ、その後トモエと一緒に大量のピーマンのお菓子を仲良く分けて食べた。ああ、それでも食べきれなかった分はお腹を空かせていたレッドウィンターの生徒たちにも配った。急なのですが、先生はどんな映画をどんな映画がお好きですか。え、ブロックバスター。ブロックバスターってなんだろう。最初は意外に思いましたが、よく考えると先生らしい好み。トモエは、うん、なんだろう、偉大なるヒゲの日常。まあなんとなく予想はついてたけど、うん、そりゃそうかと。そうね、チェリノ会長の趣味嗜好や日頃の習慣を描いた、今から私が撮る予定のドキュメンタリー映画ということで、先生共に会長の日常を記録するとしましょう。今回も強制参加か。まあ、有無を言わさず行くか。微妙な嘘はほとんど誤りに近い。どういうこと。ああ、ドキュメンタリー映画を撮る予定。ただ会長はお忙しいので、本日は会長の足跡を追うかと。足跡。チェリノ会長が普段仕事をされている事務局のオフィスから休憩中に転んで訪れるスイーツのお店まで。ああ、そういうこと。そのチェリノ会長自身じゃなくて、その日々訪れるところとかを取材するって感じで、私は何をすれば。ん、この映画はゆくゆくキボトス全域の映画館で上映される予定のレッドウィンター連邦学園の力作ですので、レッドウィンター連邦学園だけでなく外部のカットの客観的な視点も考慮しなくてはなりません。なので本日先生にはチェリノ会長の日課を追体験していただきつつ。追体験。不思議に思ったことや感想などを遠慮なくおっしゃっていただきたい。喜んで。まあそう言わないとね。行ってみるか。純粋に楽しんでいただければと。撮影を始めます。はい、わかりました。うん、ここはご存知の通りレッドウィンター連邦学園の事務局員たちが仕事をする事務局。チェリノ会長の一日もここから始まります。お、優雅な BGM だ。チェリノ会長は登校されてからまずはジャムたっぷりの紅茶を楽しまれる。ジャムを入れた紅茶、味がちょっと想像つかないか。あ、でも割と、あれ、聞く気もしなくもないけど、実はジャムの甘みは紅茶の香りとすっごく相性がいいんですよ。せっかくですし先生も一杯いかがですか。じゃあお願いしようかな。うん、トモエが持ってきた紅茶は確かに美味しく、特に他に気になる点もなく楽しく会話をした。お、ここはスイーツのお店か。スイーツ屋さん。はいはい。
かつてここのプリンを味わったチェリーの会長は偉大に偉大多大に感動し勲章を授けました。その結果このお店のスイーツにはどれも権威を象徴するヒゲの飾りが付けられるようになったんです。ここではプリン以外にもイクラと甘いクリームをたっぷり使ったヒゲブリヌイなんかも人気。ブリヌイ、イクラと甘いクリーム、本当にあるのそういうの。ちょっと調べるか。失礼しました。ブリヌイあるんですね、そういう料理が。初めて知った。食べてみたいな。確かにイクラと甘いクリームは確かに意外とマッチしていてとても美味しかった。その後も友恵と一緒に様々な会話をしつつレッドウィンターネット学園のあちこちを巡った。疑問に思うようなことは特になくとても楽しい時間を過ごし、これデートじゃない、要は違う。あら、夜のレッドウィンターって初めてか。そうでもないか。ただ足跡を巡っただけで一日が過ぎてしまうなんて、やはりチェリーの会長は本当にお忙しい一日を過ごされていることが分かりましたね。そうかな、スイーツ屋忙しいのかな。基本ずっと食べっぱなしだったけどこれで良かったの。とても参考になりました。いい映画撮れそうで今から楽しみです。あ、カメラは？確かに。あ、どういうこと？先生との会話が楽しくてついうっかり誤りを犯してしまいました。そんなことある？そうわざとってこと？どこからどこまでが本当のこと？ともえ、そこが見えないな、この女。まず間違いなく私がチェリーの会長のことが大好きなことは本当ですが、私が好きな映画にこんなセリフがあるんです。そこで微妙な嘘というのはほとんど誤りに近い。ということは、いや、詰まるところ嘘というよりは誤りであるということ。先生と一緒に過ごした一日はチェリーの会長との日々とは別の意味で楽しかったので、もしかしたらこれからも時々誤りを犯してしまうかもしれません。その後改めて巴の誤りに付き合いながら楽しい一日を終えた。マジか。あれだね、巴のことを初めてちゃんと知れた感じはするけど、まさか先生ラブ勢だと思わなかったぞ。そうなんだ。そしてこのメモロビね。おー、そういう顔するんだ。あら、ちょっともっと早くに知りたかったこの巴の魅力。てかすごいなここ。パッツンパッツンというか大変だな、大変なことになってるな本当に。太ももすごいことや。でさ、ここの膨らみがまたそのいいよね、リアリティがまた。なるほどね、なるほど。